どうも皆さんこんにちは、イッコロのレトロなシビアのイッコロです。やってまいりました、引き物第100弾でございます。100弾ですよ。思い返せば長い道のりでございました。そう、100弾にはふさわしいこちら、ガムラダブルシールでございます。ガムラツイストの8問の引き物ですよ。いやー、こんなんあったんですね。これはなかなか貴重なものじゃないでしょうか。私もこれを開けるのはちょっと戸惑っております。さあ、こちらのガムラダブルシール第100弾にふさわしいでしょう。あ、ガムラツイストといえばね、カネボウから発売されておりましたガムが3本か4本棒状のね、ガムが入ってたと思います。懐かしいですね。シールがね、そんなに良くなかったんで、私は多分ガムを目的に多分買ってたと思いますね、子供の頃。まさかガムラツイストがこんなに後々高くなるとも思っておりませんでした。早速開けてまいりましょう。貴重なものなんでね、丁寧に開けていきたいと思います。ほっ、コマンドールラブ。さあ、いやもうほぼ覚えてないよ。さ、あの表紙にあったマリリン・モンローのね、絵ぐらいしか覚えてないですね。コマンドールラブ2プル2みたいな。凶暴ファイトの度が超えて対戦相手がいない今、傭兵の転職を考えている彼女、そんな強いんや。さあ、これを何でしょう。おっと、コマン、あ、これがコマンドールラブ2か。裏が2ね、表が1ね、1ねっていうか、こういう変化になります。ほっ、あ、覚えてるような感じがする。密教大吉如来ハテナ書いてますね。めちゃくちゃ強いんでしょうか。さあ、得意技ハッピー神拳、幸運を司る七夕派には最もありがたい仏様、好物の大福を備え呪文を唱えると摩訶不思議なる月が訪れるぞ、怒ると怖い超老人。さあ、こちらは、あ、これはなんか文が書いてあります。ガムラ殿の教え、やがて来る死への予兆であり恐るべき侵略の始まりを告げる。しかし、猿山銀五郎、あ、裏も猿山銀五郎2ですね。すごいな、なんかいっぱい書いてあるね裏。こんなんやったっけな。さあ、猿山銀五郎2を見てみましょう。おっおっ、強そう、強そうでございます。いや、皆さんが持ってたシールはね、出てくるでしょうかね。タイムマジン、確かガムラツイストの初めの方の段ってキラがなかったような気がするんですよね。表がタイムマジン、そして剥がしたシールが多分タイムアップマジン。試合中自分でかけた技にかかり時の旅人となる。え、強そう言ってたけど、ただのさまよってる人か。何やねん。おっと、めちゃくちゃ強そうになっとるやないか。タイムアップマジン、アイガーン大佐、 IG って書いてますね。 GI 上のパクリだね。さあ、めくったシールがアイガーン大佐と一緒。マグニチュード 7.5 ランクのパワー。あれ、ガムラツイストってプロレスが舞台やったっけ。今ハッってなったけど、さあ、アイガーン大佐、あ、覚えとるね、こいつは、こいつは覚えとる。これがアイガン大佐？変わり果てすぎやろ。ノストラダメス。いいですね。ノストラダメス。さあ、変身したら、ノストラダメスエースになるわけですね。で、得意技。得意技、霊感山感第6感。静寂だけが当たりを包む深い森の中、湖のほとりで一人瞑想にふけって修行中。突然水の中から光る書物が出没した。まさかそれは未来を予言する伝説の書伝は。エースを見てみましょう、エースを。あ、全然ちゃう。全然ちゃうやん。全然悪役やでこれ。ノストラダメスエース。全然違うよ、ほら。エクソシスターズ。エクソシスターズ。さあ、これが変身するとどうなん
ゴッドね。こいつよ、欲しいの。ハッペ。ん？限定コメット。限定コメット。これはキャラクターでもなんでもない。天上界の新彗星、天帝コメット。なんやこれは、これもしかしてキラ的なやつが出てくるんじゃない？あ、なんか想像と違うもん出てきた。天帝コメット、サウザーみたいな、サウザーみたいになってもた。これが、これらしいです。あ、これは表紙のやつね。ボッチャーンズフランスとか書いてますけども、さあこれが変身するとグレートボッチャンズになるわけですね。金に物を痩せてフランスでオートクチュール専門店を開店、プロレスとファッションを結びつけた奇抜なアイデアが受け、パリコレクションで絶賛を浴びた。ボッチャンズ、お、研究とか出ますね。ダイールジュニア、ダイールジュニア、闇よりの黒き四角。そ、そんな怖い感じではなかったけどな。さあこの可愛いダイールジュニア、どうなるか。あはは、恐竜や。クロコダイルか、クロコダイルになりました。ほっ、星若丸。お、当たりですね。奇跡のテレパシー星若丸、ガムラ伝の教えを解読中。なるほど、これは天使かな。天使とかなかったか、そういう類のやつじゃないよね。お、星若丸2でございます。こういう変化ですね。ビックリマンにもこういうやつおったよな、確か。掃除機の、掃除機じゃないよこれ、通信機か。カルト研究所、これが要はヒール的な基地ね。プロレスラー養成所、実はカルト研究所。スイスアルプス山脈の一角にあるプロレス研究所、明日のプロを育てるためレスラーたちを科学的に分析し特訓が続けられている。カルト研究所か、あら、アトラザ、アトラ、アトラス天文台、アトラス天文台、今明かされる攻撃軍の切り札。富士山の麓、広大なる樹海の中にあるという伝説の天文台、普段はその地形ゆえ誰も近づかないが、霧が晴れたある日銀色に輝くドームを見たという情報が流れた。お、こっちはいい方のあれやね。ふっ、何いい方のあれって。あ、ちょくちょく出てきますね、このKゴッド弁慶みたいな。ガンジー、現代プロレス界のスーパー競争、ガンジー、ガンジー。お、ガンジーと手を組んでおります。Kゴッド、Kゴッド欲しいな。なんやろ、ん、プリンス、ピーリンスじゃなくプリンスです。リングにかける悲劇の王子、その美貌ゆえどこへ行くにも女性ファンがつきまといもはやノイローゼ状態。さあその人がブラックプリンスになる。全然ちゃうやん。全然ちゃう、こんななっちゃって。ほっ、NG テレビジョン、視聴率 100% 誇る看板番組はプロレス生中継。NG テレビジョン、何これ。ザ・スーパーブッダー、浜ちゃんみたいな顔してる人がここにいますが、悟りを開くプロレスの仏様、弁慶ゴッドが軍団統一の神書を持って現れた。ってことはこいつも仲間になるわけやな、弁慶ゴッドも。オッケーしてます、ザ・スーパーブッダー。やばい、デスキャノン、
ベロを脱いだスーパーウェポン。あ、一緒です。あ、かぶってきましたね。そら、かぶってくるわな。あー、弁慶ゴッドないか。あ、違うの来ましたよ。おう、カマキリタ。はい、こいつらもおう、カマキリタ2に変身します。もう、来ました。あ、秘書マリリン来たんじゃないこれ。テレビを見る夫と子供、そばでペットが昼寝をしている。ホームドラマのような日曜のこと、彼女は買い物に出かけたきり戻ってこなかった。さあ、秘書マリリン来ましたよ。やっと主要な人物が。ダン、あれ、いや、思ってたのと違う。さ、サタンマリアみたいなのが欲しかったんだけどね。ミスキラー B。 殺しの受付嬢。おっと、ミスキラー B。 さ、あ、一緒ですね。天帝コメット。さ、あ、エクソシスターズ。カマキリッタ。ソッ、ノストラダメス。ソッ、アイガン大佐。ソッ、あー、タイムマジンね。ソッ、アトラス天文台。あー、ラスト1枚や。結局じいさん出ず。このね、真ん中のじいさんもこのサタンマリアみたいなやつも出ず。ソッ、あはー、日経大吉如来が終了でした。約半分は被っとったねこれ。はい、ということで記念すべき第100弾、こちらのガムラツイストのパクリ引き物、ガムラダブルシールでした。持ってたやつないな。んー、俺が覚えてるやつない。遠い記憶のことを忘れてしまった。どんどん続けていければ続けていきますので、よろしくお願いします。それではさよなら。